栗とリンゴと柿とが花火工場に見学に来まして、栗とリンゴは中に入れてくれたんですけども、柿をどうしても中に入れてくれない。柿が怒って、どうしてだーってんで、ひょいっと脇を見たら、柿厳禁とありました。あ、鳩がなんか落としたよ。ふーん。これには続きがあるんですよ。鳩が糞落としたよ。くそー。あ、坊さんが通るよ。そうかい。